戦像、戦像とは、軍事用に使われた像のことである。主に、インド、東南アジアや古代地中海世界で用いられ、突撃で敵を踏み潰すか、あるいは敵戦列を破砕することを主目的とした。像の社会は、血縁のあるメスの群れを基礎とした、ボケ社会であり、それが原因で、メス像は、他のメス像へ向かっていく傾向があったため、軍用には、オスの像が用いられた。 像を家畜化する試みは、4000年前のインダス川流域で始められた。しかし、低い繁殖力と成長の遅さ、地域下の軍での繁殖の困難さ、妊娠期間の長さのために、おそらく大半は、そして現代に至るまで、ケッタなどと呼ばれる追い込み罠で、野生のインド象を捕まえて飼いならしていた。初期の像の利用は、強い力を活かした農耕の補助にあった。 軍用の起源は、起源前1100年頃で、その活躍を称える、サンスクリット語の参加が複数残っている。その後、戦像の運用はインドア大陸に隣接した、イラン高原を通じて西方へ伝播したが、インド像とそれを扱うインドの像使い、マハウとも々導入された。それらの入手が困難な地中海世界では、現地のアフリカ像を戦像化する試みが進められ、 エジプトやカルタゴが育成に成功した。ただし、アフリカ像は、インド像と性質が異なり、人間が飼いならすことは、ほぼ不可能であることから、アフリカ像属系だが、別種の丸耳像であるとする説がある。後日のラフィアの戦いも、その事実を裏付けている。インド像よりアフリカウの方が大して体育は大きいが、丸耳像は逆に小さい。 しかしマルミミ像が当時地中海地域まで生息していた証拠はなく、結論は出ていない。地中海世界が戦像を知ったのは、アレクサンドロス3世、大王率いるマケドニアギリシャ連合軍による統制軍が始めて、紀元前331年のガウガメラの戦いに、おいて、ペルシア帝国のダレーオス3世投入した戦像と対峙している。また、 アレクサンドロスがインドに侵入した際、ヒュダスペスカァンの戦いで、ポロス率いるパンジャブ王国、パウラバ族側は200頭の戦像を運用した。アレクサンドロス死後のディアドコイ戦争では、戦像はより積極的かつ大規模に用いられた。主な戦いとして、パラエタケネの戦い、カビエネの戦い、ガザの戦い、イプソスの戦いがある。 特に紀元前301年のイプソスの戦いでは、両軍合わせて500頭近くの戦像が運用された。常述の通り製法では、インド像の導入と、現地のアフリカ像の戦像化、双方が行われた。紀元前217年のラフヤの戦いでは、その両者が戦った。この戦いでは、アフリカ戦像は、インド戦像よりも体格が小さく、 数頭の問題もあり、アフリカ像が敗北している。このため、カルタゴやローマといった遠方の国家も、インド像を使う、インド人を雇おうとした。ローマ共和国が最初に、戦像と戦ったのは、ピュロスの信仰時である。このヘラクレアの戦い、紀元前280年、アスクルムの戦い、紀元前279年では、ローマ軍は20頭の戦像に大きく動揺して、 敗北しているが、ベネウェントモの戦い、紀元前275年で、戦像の無力化に成功している。第二次ポエニ戦争において、カルタゴの将軍ハンニバルは、37頭の戦像を連れて、アルプス山脈を越え、イタリア半島に侵入を試みたが、そのほとんどは、アルプスを越える時点で失われた。到達できたのは3頭に過ぎないが、 ローマ共は国を大いに驚かせた。その後のザマの戦い、紀元前202年でハンニバルは80頭の戦像を運用した。戦闘の序盤でハンニバルは戦像を突撃させたが、ローマの将軍大スキピオは、事前にこれを予測し、各中隊の間隔を広く取らせていた。先祖はその隙間を通り過ぎてしまい、方向転換のために停止したところを始末された。 ローマ内戦では、紀元前49年のバグラダス側の戦いでは、騎兵と戦像により、ヌミリア、元老院派はカエサル派に勝利している。しかし、紀元前46年、ガイウス・ユリウス・カエサルは、タピソスの戦いで、指揮下の軍団に戦像の足を大野で狙うように指示した。突撃が回避され、足を投げ払われると、戦像はあえなく無力化した。 この戦いは西洋における最後の大規模な戦像の使用となった。中国の軍隊もかつて戦像を使用し、また戦像に直面した。古代黄河流域の気候は温暖で出潤であり、大量の中華像と中華祭が生息していた。象徴の時代、中原人はすでに像の捕獲や、調教や、使用のための成熟した技術を持っていた。最初は農業に用いていたが、 次第に戦争に用いられるようになり、専門の像軍が作られた。両子春秋、古学編には、陰人服像、ため逆う遠いとの記述があり、陰の中央の時期の陰軍は遠いを制伐する、戦争に、戦像を使用し、大きな働きをしたことがわかる。陰が、強人を制伐した戦争にも戦像を使用したとの記載がある。 官庁以降の気候変動と過度な補殺により、中原の像は絶滅し、像軍は中原王朝の軍隊から消失し、中原王朝が南方王朝と対決する時の相手となった。445年、南朝宋の新武将軍の総砂直と林雄王繁栄を進む二世が、象裏で開戦した。林雄王の戦像は数限りなかった。総砂直は、 偽の獅子を制作させて、戦像を迎え撃った。敵の戦像は発狂して逃げ帰り、林友軍は壊滅した。興味深いのは、林友があるところは、艦長の造林圏であり、蔵軍に属していた。地名にどちらも、蔵の字がある。南北朝時代、隋の文帝の要圏の父親である、要忠氏は、西張の討伐に参加した時、両軍は鋭い歯を、 象の花にくくりつける作戦を行った。呂忠氏は敵の二頭の呂をいて、錯乱した呂は逃げ帰り、義軍は勝利を得た。当朝の時代、東南アジア地区には、野僧の群れが生息しており、民衆は呂を乗り物として使用した。戦場で呂を使うことも普通であった。当朝初期、林友王は漢王と解消し国土を戦場とした。中国の司書の記載によれば、 漢王の衛兵は五千人で、戦争の時は、戦像に乗ったという。国王は、東大層に、調教済みの像などを献上した。元那初年、東の安南とも、長船は、戦場軍を撃破し、この戦いで、戦像若干を獲得した。中国史書には、戦場の造形が記録されている。1277年のオガサウジャンの戦いでは、元がビルマのガン長が要する。 戦像と戦っている。秋代に成立した三国支援儀において南蛮のとある国の王が像を用いて戦うという描写があり、その戦いが歴史的事実か否かは別にしても、作品成立時には中国の一般民衆にも戦像の存在が知れていたことがわかる。西洋では使用されなくなったが、六十三年、ユリアヌスが率いるローマ軍は、 対ペルシア戦線で戦像に遭遇し混乱するなどの記録が残されている。570年頃にもアラビア半島の商業都市であったメッカをエチオピア軍が戦像を率いて襲撃したことがクルアーンの蔵傷に記されている。インドでは依然として戦像は重要な戦力だった。最初の統一国家であるマウリア朝の軍隊の主力は戦像だった。 その後、移民族の侵入によって騎兵が活用されるようになると、戦像の影は薄れたが、グプタ朝が交流すると、再び重要性が増していった。以降も戦像は使用され続け、1526年の第一次パーニーパットの戦いで、デリーするターン朝のローディア朝側は戦闘物戦像を運用した。 カキを大規模に運用するムガル帝国がインドの支配者となると、戦像の価値は著しく低下した。射撃の強音による暴走の危険性があったため、像が前線に投入されることは少なくなった。ムガル軍における戦像の役割は、主として指揮官に必要な高所での視界の確保にあった。そのため、ムガル軍の指揮官は狙われやすかった。また、 大砲の牽引薬としても使用された。火器がさらに発達すると、戦像はその大きさのために標的になりやすく、積極的に使用する者はいなくなった。最後まで戦像を使用したのは太陽国であり、20世紀初頭まで小型の大砲を背中に乗せて使用し、また悪路を走破できる自動車が実用化、普及するまで密林のパトロール用に用いた。現在、 タイの観光地では、戦像を再現した、ショーなどが行われている。戦像は、軍事的に多くの役割を担っていた。その曲と力は、輸送を任せると非常に有効であり、武器や、兵糧の運搬から、軍楽隊の大太鼓、大砲の剣員まで、幅広く用いられた。王侯や指揮官は背中に豪奢な腰を乗せることもあった。普通。 戦像の背には一人の像使いと、他に一から三人の旧兵や槍兵が騎乗した。見晴らしの良い高所にあるため、旧兵を乗せると特に威力を発揮した。ディアドコイ戦争初期までの戦像は、像使いもそれ以外の兵士もそのまま像に乗っていたが、次第に像の上に矢倉を乗せて、像使い以外の兵士はその矢倉の中から攻撃するようになった。 牙はそのままか長教中に危なくないように削ってあることが多かったが、中には人の腕ほどの長さを持つ刃物を取り付けることもあった。戦場では、戦像,像はむね中央の列に配置され、可能になると突撃した。戦像の突撃は、時速3 0トルに達し、騎兵と違って、不評の槍で防ぐことは困難だった。局から来る、威圧感は、 大きな恐怖心を呼び起こし、訓練されていない軍隊や、初めて像を見る敵ならば容易に改装させることができた。しかしその性質上、突撃時には全身以外の戦術行動は不可能であり、方向転換や急停止は至難の業だった。大スキピオやカイサルはその性質を利用し、戦像を無力化している。しかしこれらは、戦像の突撃という恐怖に耐えられる。 連度と経験の行き届いた軍隊のみが可能なゲートでもあった。突撃のイメージが強い戦像だが、より強力な突撃戦力である騎兵が、まだ消耗しきっていないディアドコイ戦争中期までは、むしろ戦像は移動する壁として運用されていた。騎馬は像の発する匂いを嫌い、さらにその曲は騎兵突撃をも退けた。特にディアドコイの中で最強とされたアンティゴノスと、 AMS は、ファランクスの弱い側面を守るために、側面に、半円形型の戦像によるスクリーンを形成した。さらに、イプソスの戦いでは、セレウコス一世イルシマコス連合軍は、戦像部隊により、深追いした、デメトリオス一世の騎兵部隊を足止めしている。戦像には、蒸気の突撃時以外にも、いくつかの致命的な弱点があった。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。